あの私まず一応最初に言っておくと蒸気機関車好きなんですけども、まあ、その上でですねあの、まあ、自分の YouTube の動画の経験から言うと蒸気機関車の動画っていうのはもう全然再生されないということはあの知っておりますあの再生数を狙って YouTube の動画を出している人だけじゃないと思いますし、まあ、私もですねあの別に再生数だけ上げれば十分だということは持ってないのであの再生されない動画を出すこともあるんですけども、まあ、それでもやっぱり、ね、蒸気機関車の動画が再生されないというのは今までの経験からしてのはよく分かっている で、えー、まああの、じゃあ逆に伸びる動画は何なのかっていうと、えー、まあある程度企業秘密なところもあるわけですけども、まあ、新幹線の動画はね、えー、結構伸びるものが多いと思います。だからまあ要するに再生数稼ぎたいんだったら、蒸気機関車系 YouTuber やるよりは、新幹線系 YouTuber やった方が絶対に再生されます。というところで、えー、次なんですけども、 えそれでね、あのまあ、今日も蒸気機関車の動画を1個出したんですよ。えー、京都鉄道博物館ってあの人気の博物館ありまして、まあ、そこを YouTube のネタに出せば、まあ、私の経験からすごい再生数が取れるだろうなと、まあ、分かっているところなんですが、あのそこはね、えー、まあ建物があのまあ大きく言えばあのすごい大きいところ2つに分かれてて、半分丸々蒸気機関車で、残りはまあ新幹線とか電車とかディーゼルカーとかまあ様々な、ね、あの他の鉄道関連の資料とかがあるようなところで、そのいわゆる博物館と蒸気機関車館の2つに分かれるところなんですよ。 で、えー、まあ、そこを一回も紹介したことなかったから、まずじゃあ蒸気機関車の方からやって、次に、えー、博物館の方やろうということをやってみたんですけども、えー、蒸気機関車館の方を出してみたんですが、やっぱりね、ダメだった。あの全体としてはね、すごく人気のあるところなんですけどね。で えー、またあの、まあ、その博物館に行った時も気づいたんですが、えー、その普通の、まあ、暑いからっていうのが一番の理由かもしれないですけど、あの、蒸気機関車のその車庫の方はそんなに人はたくさんいないんですよ。それに対して、あの、博物館の、あ、その蒸気機関車の建物の方はあんまりいなくて、博物館の、あのー、ま、あ展示スペースみたいなところには結構、ま、あそれなりにお客さんがいるんですよね。やっぱ蒸気機関車の方が人が少ないのかなとか思見ながら私見てたんですが、あの、皆さん、そうこれ聞きたいんですけど、蒸気機関車って興味あります 多分ねなねであのいろんなところで鉄道会社がね、えー、一生懸命力をかけて蒸気機関車を運転するってことをやってるじゃないですか。 で、東京から離れたところで蒸気機関車走ってて、そこまであの列車に乗って蒸気機関車に乗ることを目的にお出かけしてほしいという、まあ JR なり、東武鉄道なり、ーカ鉄道なり、大井川鉄道なり、えー、他にもいろいろありますよね。え、セリやってるところ、まあ,あ、どんどん名前言ってもいいんですが、まあ、例えば秩父鉄道とかね、えー、まああるじゃないですか。で、そういうところのえ蒸気機関車をあの目当てに、お客さんが来てくれるということを見込んで、すごい高いお金かけて蒸気機関車の保存運転というのが、あの、全国でやられてるわけなんですよ。でところがね、 ところが、あのそれは観光客が来てくれるからやってるわけじゃないですか。でも、まあ、私の,そその個人的な経験だけで言うと、えー、私の,あの YouTube の、えー、動画の再生数、蒸気機関車のやつはね、どれも伸びないのですごい再生数が少ないんで、まあ、みんなが興味を持ってないから再生数が少ないってのはあると思うんですよね。もちろん、私の力量が足りないから、あのー、みんなにその魅力を伝えることができなくて、もしくは動画がつまんないんで、えー、再生数が伸びないってこともあると思うんですよ。でも あの実際にはね、えー、みんながあの再生数があの伸びないのは、やっぱり今どれだけ繰り返しても蒸気機関車の動画の再生数が伸びないっていうのは、やっぱ蒸気機関車に対して関心を持ってる人が少ないということなんじゃないかなと思うんです。であるならば、なぜ、あのまあ、であるならばっていうか、それは事実だとするならば、えー、なぜ全国の,あの観光地とかね、あの鉄道会社とか蒸気機関車を走らせるのかなというのがあります。で、これはね、まあ、私の個人的なあの憶測なんですけど、 えー、蒸気機関車の保存運転っていうのが始まったのは、えー、大井川鉄道の時は1970年代に始まったんですけども、えー、その当時は SL ブームといって、まあ、要は1960年とかまで10年ぐらい前までは全国で SL が走ってたんですよだから昔の懐かしいものだっていう,うにあになるんですけども、まあ、私たちの時代で言うとね、まあ、要は1960年代を生きた人たちはもうほとんど今還暦なわけですよ。 であの、私たちにとっての昔のものっていうと、まあ、蒸気機関車ではないんですよ、も、ま、う、あねまあ、生まれたときからあの蒸気機関車なんて私の,あ,のあれで、ね、はないですし、あの私の,あの親の世代でもあの知らないような人が結構、まあ、多いというようなところなわけですよ。だからね あのその昔の懐かしさとかあこういうのあったよねっていうのがないとちょっと違う鉄道車両とかなんか昔こういうのがあったらしいっていうその域に入ってきちゃってもうみんなの親近感とか理解とかを蒸気機関車が取り付けられ,あのられないような域に入ってんじゃないかなだからまあ,あのこれね本当にい,いろんな製造会社が一生懸命やってるところにあの本当なんか水を差すどころか水ぶっかけるようであのひどい言い方なんですけどこれは私は当にあに一生懸命考えているあのもうね、えー、3年ぐらいずっとこういうこと考えているんですけども。 蒸気機関車でお客さんを呼ぶっていう商売の方法がね、もうすでに過去のものになりつつあるんじゃないのかなというような気がね、あの、私はなんとなくしております。あの、それよりもなんか新幹線に乗ってお出かけしたいみたいな人の方が多いんじゃないかな、世の中。で、あの、まあ、もうそれこそね、今でも鉄道に興味がある人ってのは蒸気機関車のことあの、見たいと思うと思うんですよ。あの、ね、まあ、そういう乗り物って、ブワー、シー、 いいたらななんかか面白いじゃないですかでだから見たいっていう人いると思うんですけどあの一方で鉄道に興味のない人はねあのまあ昔なんかそういうのがあったらしいけどよく分からんっていう域に入ってる、えー、これがまあ50年前の人だと10年ぐらい前まではあの煙がねこう窓から入ってきたりして大変だったよみたいな話になるわけじゃないですか。 ここにはね、もう歴然としても経験の,あの差があって、そして経験の差があるからこそ関心の大きな差もあって、最近の人はやっぱそれに対して興味を持たず行こうという気もしなくなるんじゃないかなという気がする。で、あの、これ、なんかで聞いた話なんですけど、あの、それあんまちゃんとなんか根拠ある話じゃないですけどね、あの、なんか蒸気機関車の出張運転ってのがよくあるんですよ。 あの基本的に例えば東日本だったら JR のやつはえ群馬で走るとかねえそれからまああの盛岡岩手県で走るっていう風に蒸気機関車どこで走らせるかあと新潟ね新潟走らせる決まってるんですけどその蒸気機関車をあのいつもと違う区間で走らせるまあ例えば青森に持ってったり千葉に持ってったりってことをやってイベント運転ってのをやるんですよでお客さんいっぱい来てるんですよ確かに沿線とかにも見送りの人とかでじゃあ果たしてそれがねあのそのすごいなんか儲かってんのが っていうとあの、それはまたよくわからないなというのをいっつも思うんですよね見ててね。 でその蒸気機関車の列車を走らせて、人いっぱい来るけれども、みんなお金使ってるのが蒸気機関車の運行に関してね、それかかる多額の、えーまあ、費用があるじゃないですか、やっぱその蒸気機関車あの、まずそもそも維持する費用もかかるし、えー、そこまで持ってくる費用とかあの、運行する訓練の費用とかね、沿線の警備員、ただ警備費用とかですね、さ、えー、まざ、あ、まな調整の費用とか、いろいろひっくるめると、なんかあの、黒字になってるのかなっての思うんですよね。うんで えー、それもなんか、まあ、1回で1日とか2日だとかねそれだけのあの短い運転ですからそういう出張運転とかは、うんうん、それがあの役に立ってるのかなーっていうのはねあのすごい不思議に思うところであります。で えー、それからあとはあの、まあ、蒸気機関車によってあの観光しに来るっていう人もいると思うんですけどそもそもはねあのお金を取らないような構造であるんですよね、まあ、なんかイギリスの蒸気機関車とか乗ると、まあ、少なくとも、まあ、日本円で1万5000円ぐらいはなんか払わないと乗れないみたいな感じだったんですけど日本の SL はねもう500円とかで乗れるんですごい安いんですよね なこ,こんなに安いのかってぐらいに安いんでもう、もうちょっとお金取ったらと思うんですけど、まあ、そのお金プラスあとはグッズで儲けるということで、ね、大井川鉄道さんなんか黒字を出してます。で、まあ、一応私もあの疑問に思ってはいるんですけど、まあ、それと判例があるということも言っておきますが、うんあのー、東武鉄道かな、えー、SL 大樹ってのを走らせてて、まああのー、私が見る限り、そんなお客さんがものすごい押し寄せて、あのー、もう車内がいつも満員とかそういう状態ではないと思うんですよ、SL 大樹まあ暖かみがあっていい列車だと思うんですけど、で で、なんですが、あの、ものすごくなんか大盛況という印象で、正直言ってこれ東部さんで申し訳ないんだけど、そういう印象はないです。ないんですが、あのー、それでもね、あの、経済効果、えー、どのぐらい出てるかって言ったら、70億円あるんだそうですね。えー、2年間で70億円出たってことらしいんですけど、 あのー、まあ多分そういう計算したならそうなんでしょうね。まあ、70億はさすがにあの SL とかの運行維持費用よりも明らかに多いのでまあそんなに効果があるんだったら自治体がお金つぎ込んで蒸気機関車を走らせた方がいいのかなっていうような、あのー、気もするんですけどねまあうまくいった例なのかもしれないで大井川鉄道さんなんかもねあの蒸気機関車の毎日運転というのはまい、あ、今大変な状況だと思うんですけど機関車トーマスなども成功しましてですね、まあ、すごい数のお客さんが来て。 で、えー、もうああいう路線でね、えー、沿線の利用客もあのかなり少ないと思うんですけどそういうところで、えー、蒸気機関車を走らせてそれだけであの黒字を作るっていうのはほとんど難しくて言ってると思うんですがよく言ってるなとあのいうふうに、ね、私なんかあの見てて思いますけどね。で あのーまあ、そういうふうな成功の例があるということは認めた上でしかし、あのー、私の動画のじゃ再生数はどうやって説明するんだと何でこん,んの再生数少ないのって話でね、あのーまあ、別に再生数が少なくてもあの黒字になるってことはあるとは思うんですけどあのー、なんかね、うん、あの本当にあの別に蒸気機関車嫌いとかで言ってるわけじゃないんですけど、あのー、もうなんか蒸気機関車が走ってる路線があるじゃないですか。 で、その、あの、例えば上越線という路線があって、すごい景色のいいところなんですよ。で、えー、まあ、高崎から水上というところの間にね、なんか山のパノラマがずーっと見て、おおこんな綺麗な景色あんのかとかね、あの、もう谷川ゴトンゴトンゴトンとか言って、おこれぞ列車の旅だみたいな、もうすごい楽しいところなんで,で、そこで SL 水上かっていう列車が走ってるんですよ。で、あの、もう、もう頻繁に走ってるわけですが、もう毎週土日レベルで走ってるんですけど、そのね、上越線の SL 水上かから美しい景色を見るっていう動画出すじゃないですか。で、それと別に、上越線のカ 各駅停車まあ普通列車ですね。上越の普通列車に乗ってもういつでも走ってるような普通列車に乗って美しい景色を見るっていう動画を2つ出すとするじゃないですか。そうするとね、大体の場合なんですけど、上越の普通列車に乗って景色を見るっていう動画の方が再生されるんですよ。SL みなかみに乗ってみたっていう。だからこれ変だと思うんですけどね。普通の列車に乗ってそこから見える景色出すのと、特別な列車に乗ってそこから見える景色出すのとで、普通の列車に乗ってそこの景色紹介する方が再生数増えるんですよ。ってことは、 あのまあこれ YouTube の再生数だけを根拠にした場合なんですけどあの要はその SL s、LS、なんか運行しないであの SL の,あの良さをアピールするんじゃなくてあの上越線の景色の良さをあのなんか駅の広告とかにバンバン貼った方がお客さん来るんじゃないかとかね私なんかそういうことを思ってしまうんですよねまあそれはあの、まあ、鉄道 YouTuber のあのまあお客さんの呼び方と えー、鉄道会社のお客さんの呼び方と違うわけですから、別に JR はもっとこうしたらいいんだとかね、そのこと絶対思いませんよ。あのそれはいろいろあの場所によって違うだろうしあの、それとは別に蒸気機関車というものね、技術を継承していくことってすごいあの私としてはありがたい、嬉しいことですからあの、ぜひとも盛んにやってもらいたいと思うんですけど、ただまあ、な,なんでこんなに再生数が少ないのかな、みんなどうですきょ興味ないですから、蒸気機関車。 あまり興味ないですかあの昔のものだからよくないかなそれよりも最近の電車の,のあれだなっていう方があの興味あります。でも実際乗るんだったらどうですあの動画見るんだったらなんか最近の電車と昔の蒸気機関車で最近の電車の方がいいってのあるかもしれないですけど実際行ってみるとねあのじゃあ蒸気機関車とあの普通の列車だったらどっち乗りたいか全員蒸気機関車選ぶんじゃないかなと思うんですけどまあ、よほど煙のすが嫌いとかそういうのはなければねそういう人もいると思うんで。 あのって言ったらこっち選ぶんじゃないかなと思うんで、まあ、もしかしたらねあの動画ではあの蒸気機関車の魅力は伝えられないけれども行くとわかるだからあの行って見るとウおーって思える。 ののであの蒸気機関車みんな乗りたいと思うが、えー、動画で皆さんに紹介する限りでは、えー、その魅力を感じることができないので、えー、みんなはあの蒸気機関車の動画を再生しないというこういうあの媒体まあ、実体験と、えー、あくまで画面と音だけという違いとで、えー、人々の反応が違うのかあるのかもしれません。ちょっとんわからないですけどただあの本当にもう昔から首をひねってることでなぜ蒸気機関車の動画だけもう断然断然ですよ。もうあのねあのもう私の中では蒸気機関車 イコール再生数取れないっていう、まあ、YouTube に出すときの認識なんですよで。どのようにやってもあの再生数が増えない。むしろ、あのもうすごく再生数が少なくなってしまうので、どうやってその少ない再生数にしないで大失敗にせず、まあ、ある程度の再生数的には成功に近づけるかみたいなところはあります。まあ、もちろんあの、それでしか紹介できない鉄道の良さもあるし、皆さんにいろんな鉄道の良さを知ってもらいたいと思うので、えー、今後も蒸気機関車出します。まあ、私自身も好きだからね、今後も乗ろうと思うんですけどね。うん えー、ということで、大体、えー、お話しすることは全部でしょうかね。えっ、ーえー、と、思うんですけど、すいません。ちょっとね、なんか喋り忘れてたことがなんかあったような気がするんですが、えー、ないかな。蒸気機関車の話。まあ、あの、面白いんで是非、ね、ぜひね、乗ってみていただければなと思います。で、あの別になんかこの動画見てね、ぜひ乗ってくれとか、そういう話もない。あ、ちなみにそう思いました。あの、私の動画の中で一番再生されている蒸気機関車の動画が何かと言いますと、 一番多いのはですねイギリスに行った時の蒸気機関車の動画でしてこれがイギリスの豪華 SL 列車ブリティッシュ・プルマンっていうのがあるんですけどもこれがですね えと16万再生されてますね、えー、これがもう私の動画の中で、えー、SL 列車の中では一番もう本当に素晴らしい、えー、1949年に作られたクランラインという蒸気機関車なんですがそれが、えー、エリザベス女王とかですねそれからあとはなん,なんだっけな、えー、チャーチル首相とかねあ,の、まあえー、あとはフィリップ王子だったかな,とかなんかあフィリップ殿下か、まあ、とかそういう方をあの乗せたチャールズ皇太子とかそういう人もですねあの乗せた、えー、もう豪華な列車の数々もう国のお宝のような列車をつないでそれに乗って、まあ、6万円ぐらいかか 豪華なご飯を食べながら鉄道の旅をすることができる蒸気機関車の最高速度は、えー、時速117キロブワーハーハー JR 北海道の特急並みの高速でですねガンガン非電化路線を非電化のそれも複々線を飛ばしていくっていうあんな面白いものないなともう最高でもうあれのためにまたイギリス行きたいなと思いますけどあのというのがあったんですがまあそれはですねあの一番再生数がトップいやーよくはですね海外の動画って伸びないんで海外兼蒸気機関車っていうネタなんでねもう伸びないもの伸びない同士の 掛け合わせ融合体みたいなところあるんですが、それが一番っていうのは、本当にこのブリティッシュ・プルマンが素晴らしいやつだったんだなと、今ね、わかっていいなと思います。で、二番目はですね、実際の蒸気機関車を撮影してとか乗ったという映像ではなくて、まあ、昔話のお話なんですが、あの東京・上野に SL がやってきたってね、私が高校の時に上野駅に SL 来るイベントがあったそのそのあの東京の、えー、思い出話をする動画で、それがね、えー、16万再生、えー、ということになりました。で、えー、その次の蒸気機関車の列車は、まあ、北海道でなんか猛烈な煙を上げている蒸気機関車の、まあ、結構かっこいい映像を撮れたと思うんですけど、 まあそれの再生数がえーとねえ8万かなでその次まあ首都圏とかのまあ多くの人が乗るようなあのー、まあ普段走っている。 えー、観光に便利な SL の動画で一番再生数が多いのは、えー、SL パレオエクスプレスってあの秩父鉄道のやつでこれが私の紹介した中で、えー、一番成績を上げている蒸気機関車の動画、あのー、なんです事実上ね、あのー、なんかよほど極端な変な変な,変なというか変わったやつじゃなくてでこれの再生数がね、えー、1年と89日前に出した動画なんですけど4万3934とスーツチャンネルの中でもやっぱトップレベルに少ないわけですよね不思議ですよねなん,でなんでなんだろうなというふうに思いますじゃあすいませんあのなかなかとお付き合いただいて ありがとうございました。ぜひよろしければね、皆さんのあの、蒸気機関車に対する思い入れのあるなしを教えていただければなと思っているところです。あの、私の勉強にさせていただきたい。ありがとうございます。